ゴエティアに記されたアンドレアルフスのシジルアンドレアルフス、またはアンドロアルフスは悪魔学における悪魔の一人。ゴエティアによると地獄の三重の軍団を率いる序列65番の大公爵。最初は騒音とともに苦弱の姿で現れるが、しばらくすると人間の姿を取る。幾何学を完璧に教え、測量に関わるあらゆる技術や巧みな弁論術も教えてくれる。 天文学にも精通させてくれる。また、人間の生贄を与えることで人を鳥の姿に変える、力も持つ。コランド・プランシーによれば、アンドレ・アルフスは、ヘリクスの伝道者であり、人の顔だけを鳥に変えて、司法の追求の手から逃がすことがあるという。TRPG、ドラゴンクエストの影響を受けた、新機嫌者の幻想世界の住人たち2では、アンドレ・アルフスは、であり、 人を鳥の姿に変えるときには人間の生贄を必要とすると紹介された。伝統的な悪魔に独自設定を付け加えたことで知られる江口幸隆は西洋魔物図鑑でアンドレアルフスに人間の姿を撮るときには猿と熊を連れた牛飼いの姿を撮るという設定を付け加えている。さだまなあーキアデーモヌム、ありがとうございます。